1960年、昭和35年に結成された新居浜ライオンズクラブが60周年を迎え、14日、赤金ミュージアムで60周年記念式典を行い、全盲でありながら2度目の挑戦で、無寄港太平洋横断を果たした岩本光弘さんの講演会が行われました。新居浜ライオンズクラブは、1960年昭和35年に松山市の松山ホストライオンズクラブのスポンサーを受け結成されました。このほど結成60周年を迎え、14日は赤金ミュージアムで記念式典が行われました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、出席者の制限を行い、ソーシャルディスタンスを確保。新居浜市内の他の3つのライオンズクラブをはじめ、周辺のライオンズクラブのメンバーがお祝いに駆けつけました。新居浜ライオンズクラブ伊藤義秀会長は、新居浜市内の他のライオンズクラブと手を取り合って奉仕の輪を広げていく覚悟です。メンバー一丸となって65年70年と続けていきたいと60周年の決意を話しました。その後、スポンサークラブへの感謝状や長年在籍をしたメンバーの表彰などが行われました。そして最後に、60周年記念事業として新居浜市内の小中学校全校にタイムカプセルが贈られることになり、高橋教育長に目録が贈られました。式典の後の講演会では、カリフォルニア州サンティエゴ在住で2019年世界初となるブラインドセーリングで無寄港太平洋横断を成功させた岩本光弘さんの講演が行われました。岩本さんは16歳で全盲となり、人に迷惑をかけるくらいならと自らの命を絶とうとしたこともあったが、ものの見方を変えることで人生を変えていった経験を語りました。その中では、大きな夢に挑戦をしようとしたときに反対をするドリームキラーと応援をするドリームサポーターの2通りの人がいる。自分はドリームサポーターに出会えたことで大きな夢を叶えることができた。絶望を感じたときにいかにそれを希望に変えていくかなど、自らの経験を熱く語りました。この講演会は後日コミュニケーションチャンネルで放送します。